皆さん、こんにちは。俳優の神田正輝さん72歳が2023年11月25日 MC を務めるテレビ朝日系旅番組朝だ生です旅サラダを前週前々週に続いて欠席しました。同番組は生放送です。3週連続の休みとなりました。 MC を一緒に務めている女優の松下奈緒さんが番組冒頭に、神田さんは現在体のメンテナンス中でしばらくお休みすることになりましたと説明しました。タレントの勝俣邦和さんが泉ピン子さんから連絡が来まして、頑張れと奈緒に伝えてくれと言われましたと松下奈緒さんに預かった伝言を伝えました。そして2人の進行で番組がスタートしました。神田正輝さんは先月18日の放送を休んだ際、番組にメッセージを寄せていました。冒頭でレギュラーのタレント勝俣邦和がおはようございます、私神田正輝は本日いません、72歳で初めて体のメンテナンスをすることになりました、きちんとメンテナンスをしてすぐ戻ります、かっちゃん、なおちゃん、よろしくねとレギュラーの松下奈緒さんの名も含んだコメントを読み上げていました。そして前述の通り、同25日の放送でも冒頭で松下奈緒さんが先週に引き続きまして、神田さんは今日も体のメンテナンスでお休みとなりますと説明したのです。神田正輝さんは1997年から同番組 MC を担当していました。旅サラダを放送している ABC テレビは2023年9月14日大阪市内で秋の改編会見を行い、席上で土曜朝の名物番組朝だ生です旅サラダを進行する神田正輝さんの体調について言及していました。同番組には9月から新人の大仁田美咲アナウンサーが入るなどリフレッシュが続く中、 SNS やインターネット上では神田正輝さんの激痩せぶりが心配されており、それを見越して会見で言及したものと思われます。これについて同局の北中明編成部長は、神田さんは非常にお元気でして、もちろん引き続き神田さんでお送りいたしますと話し、不安説を一周していました。今回の連続の欠席についても、旅サラダを制作する ABC テレビ側はお体のメンテナンスと伺っているので我々もそのように受け止めておりますとしていました。今後については神田さんとご相談しながらとし、神田正輝さん側と連絡を取りながら対応すると述べるにとどめています。番組関係者によると、検査入院と言っているが何かあって長引いているのかと心配する声もさらに上がっているといいます。神田正輝さんは1950年12月21日生まれ、東京都赤坂の出身です。日本大学高校を卒業後、日本大学芸術学部映画学科に進学しました。中学時代は陸上部、水泳部、バスケットボール部を掛け持ちするほか、スキーやダイビングもするなどスポーツマンだったそうです。ちなみに天体観測部にも所属していました。そのため趣味は多岐にわたり、スキー、スキューバーダイビング、テニス、ゴルフ、乗馬、カメラなどをたしなむそうです。ここからもわかる通り、若い頃はスポーツ万能で、今回のように長期に番組を欠席したり、ましてや入院などの事態に陥ったりするとは思ってもみないことでした。ちなみに神田正輝という名前は本名です。所属していた石原プロモーションが2021年1月に解散後は個人で活動していました。周囲は神田正輝さんの休演を同番組や報道で知ったということです。数十年来の知人も番組で知ったといいます。別の親しい関係者は、現在の体調については聞いていないとした上で、自分で解決しようとしているのでは、夏頃までは会って普通に食事もしました、これまで病気もしたこともなかったので心配ですと話しています。2021年12月にまな娘の神田沙也加さんが急逝した直後も休まず生出演を続けてきました。昨年3月に行われた旅サラダのイベントでは、僕がいつまで続くか、死ぬまでというわけにはいかないので頑張りますと語っており、強い決意を持って臨んでいた番組でした。それだけに今回の長期休業には、業界関係者からも神田さんは大丈夫なのとの心配の声が相次いでいます。一方で今年に入ってからは健康不安もささやかれ始めていました。なぜかといえば、
放送のたびに神田正輝さんの痩せ細っていく様子や白髪の急増を心配する声が SNS で続出していたのです。毎週にわたり X のトレンドに上がるほどでした。激痩せについての指摘は常に上がっていました。同年8月中旬に週刊誌の直撃に応じた神田正輝さんは、1年半前からファスティングをしていると健康をアピールしていました。ただ番組内でもその声は弱々しく、共演者に聞き返される場面も見受けられていたのです。また別の媒体は、同年7月下旬、大阪で旅サラダに生出演するため羽田空港に向かう神田正輝さんを目撃していました。35度を超える猛暑の中、黒いマスクとキャップで顔を覆い、白いジャケットを羽織る姿が印象的だったそうです。近年では旅サラダが唯一のレギュラー番組となっており、俳優業は引退状態となっていました。その裏ではある異変も漏らしていたといいます。2018年に放送されたドラマ下町ロケットに出演して以降、神田正輝さんは俳優の仕事をしていません。関係者にはセリフが覚えられないと漏らし、オファーも断っていたそうです。趣味の車もほとんど乗っていないといいます。そんな中でも旅サラダだけは頑張って出演していました。神田正輝さんは娘の神田沙也加さんの3回忌となる12月までは司会を続けたいと考えていたそうです。しばらくお休みとなってしまいましたが、元気に復帰してくれることを多くの人が待ち望んでいます。ネット上でも神田正輝さんの体調をおもんぱかるとともに応援する声が続出している状況です。一部を取り上げます。しっかり休んでほしい、また元気になって復活を期待しています。神田正輝さんお大事に、そして復帰を願っております。11月18日に旅サラダを欠席したのは検査入院のためだったといいます。芸能プロ関係者がここに至るまでの内幕を次のように明かしています。週を重ねるごとに痩せていく神田正輝さんを心配して、旅サラダの番組スタッフが一度医者に見てもらうことを提案しました。しかし神田正輝さんは大丈夫大丈夫だからとなかなか首を縦には振りませんでした。その後も神田正輝さんに再度スタッフが説得とお願いを重ねていました。最終的には心配するスタッフの思いを神田正輝さんも受け入れて、知人がいる病院に1週間程度の検査入院をすることになったそうです。周囲に健康診断を勧められても神田正輝さん自身が受診を拒むといった状況が長年続いていたそうです。現代医療への漠然とした不信感があったようで、体に悪いところがあったら自分でわかるとこぼしていたといいます。神田正輝さんは若い頃から山にこもってスキーで鍛えてきたので、健康には自信を持っていたようです。また検診は受けていませんでしたが、知り合いの医者と会った時についでに顔色などをチェックしてもらうようなことはしていたとされています。体を切らずに命を全うしたいといういわゆる自然派っぽい考えもあったそうです。しかし実際に体調不良になったらスタンスも変わるでしょう。また本人も、もしも病院に運ばれるようなことになったらそれは先生にお任せするだろうけどとは口にしていたといいます。病院嫌いの神田正輝さんを説得したスタッフの愛情が今回の休養につながったと言えるでしょう。早期回復を祈るばかりです。ちなみに神田正輝さんは病院嫌いで有名だったそうです。芸能プロ関係者が次のように続けます。周囲に健康診断を勧められても、前述の通り神田正輝さん自身が受診を拒むといった状況が長年続いていました。いかがだったでしょうか。今回は神田正輝さんの近況を見てきました。激痩せの理由については様々語られていました。一つ目は病気説です。神田正輝さんの激痩せの原因が癌なのではないかという心配の声が多くあります。癌になると食欲不振や体重減少などが起こりますが、原因の一つに癌悪液質があります。癌を患い急激に痩せた方を見ていると、大抵ほんの数ヶ月で激痩せしています。神田正輝さんの激痩せぶりもこれに似ているということができます。しかし神田正輝さんが病気を患っているという情報は今のところはありません。2つ目は食欲不振です。神田正輝さんの激痩せの原因として食欲不振というのも考えられます。マナ娘の神田沙也加さんの急性もそうですが、先ほどの病気の話にもつながってきます。
人間食べなければ痩せるのは当然のことですが、実際に神田正輝さんは食事をちゃんと取れていたのでしょうか。2021年12月25日放送の旅サラダ番組内のこれ馬の旅のコーナーで、スタジオでチャーシュー卵丼を試食しました。この時、神田正輝さんはチャーシューって久々にちゃんとしたご飯食べたんだけど歯ごたえがあるねと述べています。旅サラダに来てよかった、ご飯食べられたとまで言っています。これは神田沙也加さんが救世された後の放送です。やはりかなりのショックと疲れからでしょうか、食事が取れていなかったようです。この時からの食欲不振が尾を引いて、体調を崩すことで弱った体に病魔が襲ってきたという可能性もないとは言えないのではないかと感じます。3つ目は神田沙也加さんの救世です。2021年12月、マナ娘である神田沙也加さんが救世されました。神田沙也加さんが亡くなられたことで神田正輝さんの希望の光が消えてしまったのではと感じ、そして神田正輝さんの精神的な疲労を考えるととても辛くなります。この出来事が後の激痩せに関係はないとは言い切れないのではと思うところです。4つ目は事務所閉鎖です。2021年1月、神田正輝さんが48年間所属されていた石原プロモーションが解散しました。48年間、仕事は空いたことがなくて本当にラッキーだった、面白くて居心地がいい会社だったと述べており、それと同時に神田正輝さんも個人事務所を閉鎖されました。僕は石原プロオンリーですからと一言述べています。長年勤めてきた石原プロモーションの解散並びに個人事務所の閉鎖が、長い間芸能界で活躍されてきた神田正輝さんにとって辛いものだったのではないでしょうか。しかし心の中にはぽっかり穴が開いてしまったのではないかと心配になります。このことも激痩せされた精神的な原因の一つになるのではと感じてしまいます。これらの様々な理由が考えられますが、激痩せしていることは明らかであり、健康のためにファスティングしているとはいえやはり心配されます。一日も早いご回復をお祈りしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録、高評価をお願いします。